佐藤博之、1971から2020。これ入院してた時に変えたから、あれ変えたっけな、これ変えたっけなっていうのがいっぱいあってさ、そういうあれ変えたっけなみたいな。俺17歳の時にさ、今のアルシュビル、ドン・キホーテ、ね、1階がロッテリアで、2階がロッテリアで、そう、2階がパンクのたまり場で、なんか靴とか売ってて、あと脱制服とか売っててね、学生服ね ちょっと悪い学生服ね。そう、それでそういうところで仲間がつくんだけど、名前なんて言うんですかって聞かれたら、あ、俺ボスって言うんだけどって、あ、そうですか、ボスですかって言ってね、じゃあ今度うち来て飲んでくださいよって言うからさ、じゃあしょうがないから酔っ払ってそいつんち行ったわね、飲みに。そいつんち1階なんだよ、なんか交番の近くで、今でも覚えてるの、教育文教あなんだっけ、美術館の近くなんだよな、職室多いとかね、うん、で1階がさ、奥の部屋なんだよ、そいつ108とか歩いて入るんだけど、で入り口に消火器あったから、そのまんまぶちまいてバーって、お邪魔しますってみんな真っ白で入ってたんだよ。絶対そんなやつ家に入れたくないでしょ。その時やってたのがどんなのかな。バーダーサイバー、
ことが好きなのは当たりにしてるのにもそういう気をつけ流れ越し込むずっと目の前に差し出した時の顔が見たい Oh I don't youWe'll be right back.